皆さんこんにちは、松平健太です。今回は利きビール選手権をやっていきます。これもう順番は後で京介がバラバラにするんですけど、使うビールとしては外したら次の、次か分かんないですけど、ライブ配信で質問3つに対して実演で、卓球技術なんですけど、実演でライブ配信中に質問に対してお答えします。負けた時の皆さんに対するプレゼントです。僕は基本目隠しして、あと京介がバラバラに置いて、で京介がチョイスした順番で僕が飲んでいくっていう形で、でこのパンダのアイスマスクを使ってやっていきます。でも自信しかないんで。でも僕の中ではプレモルとエビスは分かります。プレモルとエビスは分かります。普段飲んでるのはアサヒです。だけどアサヒ札幌、キリンは似てる、結構似てるんだよね。ここはもう癖が強い。こっちは、濃い、こっちはフルーティーと特徴あって、で、アサヒ辛いんだけど、普段飲んでるからあんまそんなに、感じないんだよね。じゃあそこの2つ結構やかいね、キリンと札幌。キリンと札幌か。ここは基本あんま飲まないから、でも混ざったらまた分かんなくなるから、ね、そうだから、でも順番すいません、バタッと選んでちょっと口直しで水は用意します。なんかがっつりいきたい。あの作戦でも、作戦で言ってももうそれ京介のやってくる順番によってもだいぶ変わりそうだから、俺の予想は京介はここを3連チャンでやってくると思うんだよね。ここを3連チャンで以上だから、ここは自信あるからあんま考えてなくて、ここはここをどうするかっていうので、そうだね、そこがマジ勝負だから、とりあえずやっていきますわ。1本目。いや、これ芯読むと、これは一番愛用してる、朝日のスーパーダイオクと思うの、一番初めに。朝日は一番最初に。それで、そこで外したら、あれ、ザバビのみたいな感じで、なるっていう、俺は芯。っていうので、俺は今考えてる。一番初めは俺、朝日来ると思う。オッケーオッケー。飲みます。はい。乾杯です。どうですか？オッケーオッケー。オッケー。うん。もういっぱい見るから、こんな、これは並び方が甘いなと思った、俺ら。今日のスケの。ちょっと優しいなと思った。優しい、マジで優しい。そこまでわかる。これプレモル。これプレモルっぽい。これプレモル、100%。100% プレモル。OK です。じゃあ次に、2本目いきます。これいけたかも。これ2本目です。朝日、これが朝日、2本目が朝日、その味あれいつも飲んでるし、ちょっとね辛い感じがした。キリンね、そのスタその喉越し的にね、飲みやすかった。じゃあいつもの感じがしたから 2本目が朝日か。一番初めは明らかフルーティーだった。自信ある。マジで自信ある。で、俺の中でも恵比寿、札幌、恵比寿、札幌、キリンだから、で、俺の中で恵比寿当たれるの。ああ、だから、あと2分の1なの。あ、そうだ、そこの10 2分の1ってか、2択勝負だから、そこ当たれば、もうほぼほぼ自信あるって感じ。ここで恵比寿来てくれたら、でかい。ああ、わかりやすい。でも、それは、ああ、いいよ。え、じゃあだから、もう、俺的にこれで恵比寿来たら、勝ち。もう4号しか俺飲まないから、その後4号をずっと飲んでどっちかで決める。ああ、なんかここで恵比寿来たらマジでかい。
その後別にこう確認とかもしなくていい。しなくていい。僕はもう。じゃあ三本目。の。あ。じゃあ笑ってるでしょ。いやでしょ。三本目です。うわ、ニート迷ってきた、その、に、まだスーパードライ、いや、ちょっと待って、大丈夫、ひさといの。あ、オッケー。3本目はキリンのラガーですね。これがキリンのラガー。あー、そう、キリンラガービール。これは、スタートの入りの炭酸の強さがいや、感じで、あキリンのさ、そういう感想いいよ、一番あるんだよね。あ、炭酸のこの口に含まれた瞬間の炭酸が一番強いのがキリンっていう、これの今までのそう感覚。あ、でも本当にキリンと、で特にキリンと朝日ちょっと似てんだよな、キリンとさ、あとの札幌ね。ああ。だから、三択ね。そう、この今初めてこの 2,3 で迷ってる。ああ。けど、飲んだ瞬間朝日って思ったから、変えなくていいかな、まずは。ちょっと一通り飲んでみて。じゃあ4つ目。四つ目いきます。OK です。これはもうエビス。濃い本当に濃い。これは楽勝さ、これはもうエビスって、エビスでもやっぱりその外食とかした時に結構飲む機会が多くて、印象は濃いんだよね。個性があって、個性本当に濃いっていうイメージ。エビスは個性です。個性。プレモルはフルーティーです。フルーティー、なるほど。どれもやっぱうまいんだけど、一つ一つでやっぱりこんだけ違うからね、差がある。面白いね、それは。こんなに四角奪われてもこんなに差がある。うん、じゃあ次いきますか。ラスト、ラストね。俺の中で札幌だからね、そのさっきの消去法でしょ。札幌もあのあれがあるから、その特徴が俺の中で、ああ感覚が、それはあとは確かめないといけない。そうそう、どっかで俺見せてるかな。2と3。ん、あれこれ結構辛いぞ。どうした、ちょっと待って。いや、この1と4はもう飲まなくていい。プレモルとエビスだから。1と4、うん、1と4、右から見て、こっちから見て、1と4、じゃあ2、3、5で回って、5をちょっともう一回いきたい。順番通り、順番通り。ちょっと2番から、うん、ちょっと水欲しい。どうすか、ちょっと待って。 OK、 俺絞れたわ。3が札幌、1プレモル、3札幌、4エビス。あんまり4伸ばして、一応2のため、2と今5の勝負。俺の中で今いますよ。1プレモル、1プレモル、3札幌、4エビス。4エビス。で、これから2と5で、合わせていく。合わせていきます。これで、じゃあ、大体分かるかな。2、もう一回いい。いいっすか。こんな、こんな、こちゃんこみたいなもんでしょ、こちゃんこ。試合もあるっていうから、なんか、余計酔いそうだな。え、
回5位もう一回5位え、これビールだよねどういうことその炭酸とか混ぜてないよね混ぜてない一緒だわさっきから飲んでるやつとこれが5です OK もう決まったいいや1億しなくてこっちからねあそっちからプレモルプレモルキリンキリン札幌札幌恵比寿恵比寿朝日朝日これ確定ですいいっすかうん本当にいいですか本当に確定ここでぶっちゃけ迷ったけど、うん、2とこで、うん、でもうん、うん、もう決まったあちょっともう一回、うん、2とこ、うん、もう一回 2からでいいですかうん、うんで、これが5番あ、変わります2番朝日、5番キリンだから1プレモル1プレモルあ、まだこれが変え直したの1プレモルもうこれでは最終決定、うん、1プレモル2朝日2朝日3札幌札幌4恵比寿恵比寿5キリンお願いしますこれがファイナルアンサーですファイナルアンサーもういいですかもういいもう大丈夫ですか、うん、じゃあこれケンタ側に向けるねまだ見ないでうんじゃあいいですかオープンしてオープンしてくださいよかったよかったやっぱ俺すごくねすごいすごい初めやっぱり当たったの 2で札幌って言った時にもう結構悪かったでかいかもいやなんかこっちはいつも飲んでる味だったのえあった2番そうキリンがだから朝日だと思ったのああ最終的にはね、うん、ここは信じようと思ってでもこっち炭酸強いのうんででもだからキリンって初めに言ったんだけど、うんえ、でも味はこっちの方が俺いつも飲んでるぞと思ってこんな朝日炭酸強かったっけと思ってだから、うち俺炭酸水入れたのかなと思って1、3、4は100も当たってるって自信あってうんでもこの2と5だけだったからでもさ、あんまりしたくなかったなまあでも悔しいな、これマジでまあ一回当てたっていうことで、まあそれでまあ、まあ、いいし大丈夫な時に先着3名で、もう早もん順で卓球技術の質問でこの動画が出た何日か経った後に生配信やるんで質問待ってますありがとうございました。